のチャンネル。いくよ。せーの。はい、ということでクリスマスツリー出していきました。ということで今日はこちら。じゃん。ちょっと暗いから明るくします。ということでこちらアドベントカレンダー。やっぱクリスマスといえばアドベントカレンダー。まあ、前回の動画でも言ったんですけど、前回はトイストーリー4のアドベントカレンダーを開けていきました。でその時も言ったんですけど、今年はもう1個アドベントカレンダーを頼んでいると言っていて、それがこちらです。めっちゃ可愛くて、見て、ディズニーツムツムのアドベントカレンダー。もうツムツム、みんな知ってるかな。ツムツム多分知ってる人たくさんいると思うんですけど、ツムツムのアドベントカレンダーを今日は開けていきたいと思います。ではではでは、パッケージまずこんな感じです。ディズニーツムツムカウントダウントゥクリスマスアドベントカレンダーということで、皆さんおなじみアドベントカレンダー、クリスマスをカウントダウンしていくやつ。そしてこの辺見て、めっちゃ可愛いツムたちがさ積み重なってますね。これトイストーリーのハムもいますね。あとチェシャ猫、チップ、デール、あとまあおなじみのみんな知っているだろう人気キャラクターがたくさん揃っています。ではでは早速開けていきましょう。この側面も可愛いわ。見てこれ、めっちゃ可愛くない。バズとかもいる。こんな感じ。開けるよ開けるよ。せーの、ババボーン。はっ、めっちゃ冬だ。冬ロード。冬ロードってなんだ。雪道。見て、こう、あ、こういうことね。これお家になってるんだ。こっちがお家で、そのお庭がこうやってあるから、きっと出てきたものでここで遊べるんじゃないかな。でこの前のトイストーリー開けてるんで、中はね多分フィギュア系だと思うんですよね。ということで、まずは1番の子。あ、これランダムなんだ。321とか全部バラバラに書いてある。1番は目覚めつけた。1番どこにある。え、あったあったあった、ここだ、ここにありました。じゃあこの1番から順番に開けていきたいと思います。じゃんじゃじゃーん。なんか赤いサンタさん帽子の、あ、違う、サンタさんの格好をした。お、早くもこちらミニーちゃん。早くない？こんな飛ばしてくる1番から、すごくない？なんかトイストーリーの時もそうだったけどさ、飛ばしますね。では続いて2番開けていきます。このボックスちょっと大きいんですよ。大きいところには一体何が入ってる。このなんだ、星の形した、これ何、クッキーかな。ツムじゃないね。あ、でもこれまさかなんかの形してない？隠れミッキーじゃないけど、なんかの形をした星型のアイシングクッキー。まあ、いや、次3番開けていきます。3番は、まあ、ちっちゃめのボックスです。じゃん。あ、トナカイカラーだ。いや違う、サンタさんカラーだ。お、なんか大きい。あー、かわいい、バンビだ、バンビ。私ね、ツムの中でも結構バンビは愛用してるんですよ。見て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 、バンビにこれカチューシャがついてます。可愛くない？このカチューシャこうやってつけるのかな。あら、サンタクロースになっちゃった。クリスマス仕様のバンビちゃんです。めっちゃ可愛い。で若干ツムの大きさが違う。こっちの方が大柄で、こっち小柄。ミニーちゃん小柄です。こう上に乗っけるのにはちょうどいいですね。続いて4番ですね。ここめっちゃちっちゃいボックス。あ、うち入ってるものもちっちゃいよ。じゃじゃーん。めっちゃちっちゃい。これマリーちゃんだよね。私マリーちゃんもツムツムでよく使うんですよ。見て、めっちゃ可愛い。このサイズめっちゃ可愛い。しかも体がラメラメになってます。こうやって動かすたびキラキラして綺麗です。続いて5番。5番、おっきいよ。なんだろうな。ポッポッポーン。これはツムじゃなくない？中身こちらじゃーん。なんだこれ、クリスマスツリーにさよくつけるオーナメントだよね、こう見ると。でこっち側多分ツムのお家なんじゃない？これでかすぎるわ。これ違う、ミニーちゃんかな。
こういうこと、ああぴったりめっちゃ可愛い、あ、こういうことで、ね、オーナメントミニーちゃんになっちゃうの、めっちゃ可愛い、これめっちゃぴったりサイズ、ピドーンあ、じゃあさ、か これこっちはさ、バンビちゃんも大きいから、これマリーちゃんじゃない、これハマった、おこんな感じになるわけね。続いてこちら開けていきます。ここもミニサイズだな。6日目に入っていた子はこの子、デイジーだよね。あったかマフラーを巻いたデイジーちゃん。続いて7日いきます。ちなみに今日今これ撮っているのは6日なので、本当は今日はここまでですね。で、ここからは明日から、明日未来を引いていきますよ。バンジョン、ちっちゃなんかちっちゃ、せーの、ババーン、これ名前何だったっけ、あれなんだ、ピノキオのやつだよね、何だったっけ、ちょっとテロップ貼ってきますね。あー、めっちゃ綺麗、ここグリッターラメ、ちっちゃいやつは基本ラメがついてるんだね、体に。めっちゃ可愛い。じゃあさっきのさ、マリーちゃんときっとこれ交換とかして遊べるんだと思います。今度はこっちのうちっていう感じで、こんな風に遊べるんですね。続いて8日目引いていきます。これさ、ちゃんとアドベントカレンダーカウントダウンして引いてる子っているのかな。もし私が子供だったらやっぱ我慢できなくて全部開けちゃいそう。でかっ、じゃじゃーん、これミスレディーちゃん、レディーちゃんだっけ、ミスいるっけ、ミスレディーちゃんみたいな感じだよね。この子もたまに私つむつむでこのキャラ使ってます。これでしかもマフラーが付属でついてるんだ。やっぱ大きい子は多分お家がないんだね。だからこういう防寒具でちょっと頑張ってくれっていう感じなんじゃないかな。この子たち大きいシリーズで、お家のある子はこのちっちゃいシリーズ。続いて9番目、9日ですね。ここもめっちゃちっちゃいボックスってことはミニツムちゃんがいるのかな。パパーン、ちっちゃちっちゃいね。これはアリエルですね。見てこれ、ミニミニアリエルで、しかもさ、ちゃんと尻尾の方こうなってます。こうね、魚の尻尾みたいに人魚姫になってます。続いて10番目いきます。ここ大きいボックスだ、だから中身も大きいかな。大きい、大きいけど違う、家だ。しかもこれ組み立て式になってるんじゃない。こうか、あ、こうだこうだ、多分こうですね。これでくっついたけど、これなんだ、椅子、きっとここに誰かを座らせるっていうことかな。こんな感じ。ではでは11日目、ここちっちゃいポケット開けます。中くらいサイズのツムだ。中身はこちら、じゃじゃーん、お、ドナルド、ドナルドもデイジーと同じ赤い系で揃ってるんだね。赤い帽子、デイジーは赤いリボン、あ、マフラーも色違いだ。続いて12日目開けていきます。私プーさん好きだから、プーさん入っててほしいな。じゃん、ポン、長っ、でこっ、中身はこの子です。パパーン、お、デールだ、デール、やっぱ大きい子にはこのアクセサリーがついてますね。これをつけてクリスマス仕様のデールです。ということは13番はチップとか入ってたりして、こっちも大きい子だ。中身はこの子、パパーン、この色で分かっちゃうね。白ウサギ、アリスの白ウサギです。そして付属のカチューシャはこんな感じ、リボンですね。きっとクリスマスプレゼントのリボンをイメージしてるんじゃないかな。プリプリの尻尾もついてますよ。ではでは次、14日目、ここもまた大きいボックス、ポポン、結構このさ、アドベントカレンダー豪華じゃない。前みたいにステッカーも混ざってんのかなって思ったんですけど、そんな気配がないです。なんかわかんないけどいっぱい入ってる。この上部分に板チョコみたいなやつをはめて、そしてここのサイドにこのパーツをはめで、反対側も同じように、ここに、そしてもう一個最後、あれ？こんな感じ。使い方としてはここにツムが入るようになっています。ツムのお家。続いて15日目開けていきます。普通のサイズのツム、プルートのツムです。洋服の色合いがなんだかイチゴみたいです。続いてここ16日目です。ここはちっちゃいぞ、
よいしょ。101匹ワンちゃん。見て、かわいい。こんな感じ。もう子犬みたい。子犬か。続いて17番開けていきます。なんか大きいの入ってるよ。もう、ダンボみたい。違うか。あ、いいよ。いいよじゃん。まさかの。ねえ、いいよで入ってるよ。なんかいいよ来るならプーさんが来そうだけど、しかもこれ。間違いですね。同じマフラー2つ入ってます。プーさんシリーズ初がいいおちゃん。じゃあ次下の18番開けていきます。プーさんシリーズがいることが分かったということは、プーさんももしかしたらいるかもしれない。じゃーん、あ、かわいい。これってさ、え、誰だろう。あれ、プーさんのさ、カンガとルーのさ、ルー、ちょっと後で調べてこれもテロップ出しておきます。次19日目いきますよ。バーン、でかっ。ソリだ、ソリ。クリスマスカラーのソリです。でしかもね、このシートベルトみたいなの、こうやって動くようになってます。では次20日目、もうすぐですね、クリスマスが。グーフィー。次21日目、よっ、あ、じゃん、ティガー。このカチューシャ、これさ、トナカイですよね。ティガーさんのトナカイバージョン。それでは22日目、プーさん入っててほしいな。ミッキー上さんはね、多分入ってると思うんですよ。プーさんがいるかいないか。ちっちゃ、ここちっちゃい場所だ。うわー、こう来るのね。エルサー、最近アナ雪2もさ、上位され始めたからね。次は23日目、なんだろうな、プーさんが欲しい。出てこい、プー。違うな、この色は違うな。これはお家だ。めっちゃ可愛い。クリスマスですね。もうリース、クリスマスリースをイメージしたお家入っています。こうなんだね。あ、めっちゃ可愛いじゃん。リースのさ、色とさ、このグーフィーの緑色が馴染んでるというか、これグーフィー専用のリースなのかもね。この色合いがぴったり。はい、ということで次最後ですね。最後だよね、うん、24日、ここだけです。ていうかミッキー出てないね。ここでミッキー来るかな。個人的にはプーさんだと嬉しいけど、でもやっぱミッキーはいてほしいところですよね。開けるよ、せーの、ババン。あ、この色はさ、もうなんか見えちゃうね。多分これはやっぱ最後を締めるのはこの方みたいです。ババーン、じゃん、ミッキーマウス。うわ、そうなるよね。だってミニーちゃん入ってたもん。ミッキーちゃん、ミッキーさんもやっぱ可愛いですね。もうサンタクロースの格好してます。今日はディズニーつむつむのアドベントカレンダー開封していきました。すごい豪華じゃないですか。なんか前回のトイストーリーを私はイメージしてて、だから結構間々でステッカーを挟んできて、フィギュアは少なめなのかなって思ってたんですけど、全部フィギュアで、しかも入っているつむもめっちゃ可愛い。大きいサイズ、中くらい、ミニサイズっていう3種類があったんですけど、どの爪も本当可愛かったです。多分結構主要キャラも多く出てきたので、これは爪好きにはたまらないんじゃないかなって。本当このね、作りが本当に綺麗で、色はみ出てたりもしないしさ、全然なんていうのガッチャイ作りじゃないっていう感じ。結構ちゃんとした作りで、普通に飾っておきたくなるクオリティのものが入っているので、よかったら皆さんも興味ある方、これどこで買ったっけ、ちょっと覚えてないだけど、アマゾンで多分ディズニーつむつむアドベントカレンダーで出てくるかな。ちょっともし分かったらリンク概要欄に貼っておくので、そちらの方をチェックしてみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。